はい、どうも皆さん、マルチゲーミングクランホームの黒と申します。ということで、これなんだっけ、何のゲームだっけ、忍者タクティクスじゃなくて、何だっけ、これな、やっぱこれ何のゲームだっけ、これシャドウタクティクスやっていきたいと思います。忍者タクティクスってなんだよ。シャドウタクティクス、こちらやっていきたいと思います。続きだね。で、前回黒に苦労をして、ここから無限をまあこの中に入れることができたので、次はヤグラかな、なんかヤグラを倒して、もう一個どこだっけ、ここのヤグラを倒して、書類を持ってるこいつをおびき出そうっていう話ですね。できるわよ。なので、寒い場所だ、用心しよう、地面が滑りやすくなっておる、やっていこうと思う。だけど、どう、かなりちょっときついかな。ヒゲが凍ってる風切り。ああ、ここに行けばギリあれか。寒い場所だ。待つのって退屈。ああ、ギリギリ。今行けばよかったか。こいつとこいつが向こうを向いてる間に、行けばいいね。なんか余分なやつが来たぞ。余分なやつが来た。じゃあもう一回あれだね。これとこれらが振り向いたときにここに行ってか。抜き足。足跡。裏切り者ね。足が冷たい。バレた。いやー！ダメか。待って、嘘。予想以上に超難しいぞこれ。すぐに対処。我ながら超敵。今行くわ。オッケー。動き続けて、体を温めないと。いるのは分かってるんだ。蛇みたいに。雪か。一回視界から外れる。寒い場所だ。立ち風。任務のためだ。どこかに用心しようあるか。地面が滑りやすくなっておる。あぶねえ、ぶねえ。誰もいないな。オッケー。あ、どうしよう。そうだな。行かないの？バッチリの穴ね。オッケー、これでいいじゃんね。滑るわ。私にもらってほしいって。で、準備はどうなっている。うわー、でもこいつをやるのはちょっときついか。いや待てよ、静かにね。ゆっくり。これ、あーでも結構見えてんな。いるのか？静かにね。静かにね。かなり今ゆっくりではありますが、順調に来ております。こことここのやつを今、そう、罠で静かにね。今行くわ。誰もいらないんでしょ。 OK。弾がない。そしたら、したらだよ。そしたら、静かにして。どうしようかな。
くにいる。気をつけろ。準備はどうなっている。二人来るのかな。そしたら赤旗かな、とりあえず。蛇みたいに巻いてるわ。メロディー。一分。すごく鳥の声。やばい、ミスった。まだこ赤旗。いや、赤旗だけ来てほしいんだよな。青旗だ、お前でも。赤服の一人だけ来てほしい。そう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 。いい子だ。雨傘じゃないから普通に来るよね。足が冷たい。すごく高い塔ね。塔の柱など我が刀の敵ではない。この作戦がうまくいけば役人は見張りを送ってくる。バッチリな罠ね。援軍を呼べ。こうじゃなくてゆっくりジャンプして登るの。待て。うまくいってると思ったんだけどな。あ、よしよしよし。バッチリな罠ね。今行くわ。私にもらってほしいって。足がつい罠さ。同じように一人ここでやっ、うまくいくかな。雲の巣に足を踏み入れるってね。ここに罠をし、ここで呼んで二人呼んで、一人登った後に 俺がここから出てきて、で片っぽをやると。それか殴った方が早い。楽しいわね。小刀さんはお休みで、二人来るよね。無理。うまくいったわ。いや、やっぱ準備しときゃよかったか。どっかで俺、それそれそれ、ゆきちゃんそれだよ。ナイス。はい、浮き足。やつを信じられるのか。完璧だよ。準備はできておる。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。向かっている。これで向こうから来るやつはいなくなった。よく狙った。一刀はこの舞台も知恵と倒れる。たくましい。お侍さん、打ち込む箇所を知るのみで十分だ。失敗はせぬ。塔の柱など我が刀の敵ではない。なんだ。間に合わない。さすがに間に合わない。呼ぶか。応援するのが良いだろう。終わらせるように。すまない、風切り。雪のメロディ、行くわよ。行くぞ。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。よし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 、最高。寒さだ。ぶねえ。任務のためだ。我らの覚悟。オッケー。何が起きておる。行け、みんなで調べろ。これはしばらく忙しくなりそうだ。Okay. 気をつけて、ユキ殿。はい。書類を盗む姿を見られない。悪い男は傷つけない。骨のある敵だった。忍耐だ。一撃すまぬ。
急げ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 、そのまま行け、そのまま行け、逃げ、そのまま行け、終わらない方がいいだろう。バカバカバカ、あぶねえ。名誉と共に死ねたのだ。慎重に進め、向かっている。完璧だよ無限、お疲れ様、完璧だよ。包帯を準備しておく。オッケー、一撃。じゃあユキだ、残りはユキだ。ユキがちょっと待って、ついぞこれ。あの意外ととっくりでいけちゃう。どこまで見てる、ここと。いや、いけたりする、いけるね、ここら辺でいけるね、とっくりいけるわ。準備はできておる。よく狙った。一刀はこの舞台も知恵と倒れる。たくましいお侍さん。打ち込む箇所を知るのみで十分だ。戻ってくるじゃんね、今戻ってくるから今はまずいじゃんね。で、ユキが仕掛けがいっぱい、我ながら上出来。ユキここら辺によ。オッケー、足が冷たい。さらに早く動くのよ。気は熟した。いい酒だ。はあ、こっち一人になるのか。オッケー。いやでもこれもやらなきゃきついかな。あ、いや。はあ、おとりは設置し、上様の一杯どうだ、友よ。これには誰も抵抗できまい。失敗はすぐ、雪の中を前進。すぐに対処が必要だ。オッケー。物音を立てずに動こう。いや、意外とこれ寒さでは我々を止められない。ユキさ、ユキ。そう。サブ。静かにね。なんと。足跡。足跡。裏切り者ね。ラルフィルドは分かってるんだ。滑るわ。確認することもないな。茂みに隠れているのか。すごく鋭い。クリート。オッケー。よしよしよし。これはバレるけど。何か見える。誰か侵入したのか。任務を通せねば。助けを。なんだ、我が命、上様に捧げようぞ。大と小、誰かいるのか。嫌な風ね。いや、ちょっと待って、落ち着け。よし、いや、周りはいないからね、大丈夫だ。出てこいよ、早く。いや、焦った、今のは焦ったわ、バカー。準備はどうだ。動き続けて。ネズミの歯。待て、落ち着け、大丈夫。いなくなったぞ。さし足。今。ここ。なしなし。キツネが狩り中よ。いいぞ。今行くわ。さし足。誰の足音だ。大したことじゃないだろう。殺しちゃダメよ。すぐに対処が必要だ。満足いただけるかと。簡単ね。よし、やったわ。次は急いで出るのよ。よくやった、ユキ殿。では急いで馬車へと向かおう。危険から解放してくれる。油断してはならぬ。
やったー、よかったー、ぶねーもうこのゲームの達成感がやばい。俺多分今までいろいろなゲームねたくさんやってきたけど、達成感がここまですごいのはあのタルコフにね続いてこのゲームくらいだよ。達成感やべー。盗みの技が良かった、とりわけな。ありがとう、お侍さん。ハヤト殿は才覚のある生徒を喜んで受け入れるであろう。質問していいですか。構わぬぞ。その他の侍とは違いますよね。それは褒めているのか。あ、はい。そう受け取っておこう。では隠れ家へと戻り、書類を調べるとしよう。はい、お侍さん。オッケー2時間やってるよ、2時間、一つのやつに2時間だよいやーしんどかったー、しんどかったー。多分2時間は多分8割はパート3かな、で2割くらいはパート4だと思う、多分きっと。うん、しんどかったよー。しんどい、しんどいよはい、ということで次回この続きをねやっていこうと思います。ほら見て、30キリと24キリだよ、やばいでしょ、キリしすぎだよはい、じゃあということでここはここまで。次回は何かな、次回こちらだね。はい、なんだろう、何、なんて呼ぶの、鶴山鶴山っていうのかな多分。はい、ということで次回こちらをやっていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。それではまた次回もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。